はい、発表項目は、2件ございます。まず、ラグビーワールドカップ2019静岡県、招致発起人会の立ち上げでございます。オリンピックサッカーのワールドカップに次ぐ世界、3大スポーツ大会でございますラグビーワールドカップが2019年にアジア初の大会として日本で行われることになりました。これはラグビー伝統国以外では初めてのことでもあるということです。静岡県におきましては憧れを呼ぶ富士の国づくりの取り組みといたしまして試合会場の招致に向けて準備を進めてまいりました。その出発点として1月17日金曜日午後1時から県庁東館5階特別会議室におきまして第1回発起人会を開催いたします。発起人は地元といいますのは袋井のエコパを考えておりますので、その近辺ということになります。松井三郎掛川市長、原田秀幸袋井市長、渡辺治井端市長、また柳弘之山葉発動機社長、県ラグビーフットボール協会またの顧問をなさっている松井純静岡新聞社会長、川谷仁志県ラグビーフットボール協会会長、それに私の7名でございます。当日は山葉発動機の柳さん、それから県ラグビーフットボール協会会長の川谷さんが都合がつかず、それぞれ橋本義明山葉発動機事業顧問と北条武史県ラグビーフットボール協会副会長が出席をいたします。発起人会設立の後は招致委員会を立ち上げます。10月末までに開催希望申請書を組織委員会にご提出申し上げて平成27年3月に開催地が発表される予定であります。招致が成功いたしますと世界最高峰のアスリートの力と技を間近で観戦ができますし、スポーツの振興のみならず次世代を担う子どもたちに夢と感動を与えるまたとない機会となるわけです。世界200カ国延べ400万人がテレビ観戦し、世界中から多くの人が訪れることによって世界遺産富士山をはじめ美しい自然や文化を持つ静岡県が世界中に発信されることが期待されます。ラグビーの精神ワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンということで県民の皆様と共に招致に向けて、頑張っていきたいと思っております。2つ目の発表項目でございますが、それは県民の方々の旅券取得の促進についてです。私どもは地域外交戦略を推進しておりますけれども、富士山が世界文化遺産に登録されました。また着沢が世界農業遺産になりました。こうしたことがございますし、ラグビーのワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴いまして、参加国の事前キャンプ誘致など全世界的な地球規模での人々の交流が見込まれるわけです。そうした中で県民の皆様方の国際感覚の寛容が非常に重要であると考えています。県民の皆様に富士山静岡空港をご利用いただいて海外に出かけていただき、外国の文化などを体験し視野を広げてもらうために市町等と連携をいたしまして旅券の取得を促進いたします。地域外交推進連絡会議、多文化共生市町情報交換会などで市町に取り組み促進をご依頼申し上げます。高校生に対しましては在学中に全員がパスポートを持つようにしていただきたい。でそして、全員が海外を経験するというようにしていただこうということで働きかけようと思っています。で担当は今日こちらにご出席の松田課長さんですにお願いいたしました。また高齢者に対しましては、まだ海外に行ったことのない高齢者が安心して参加できるツアーの導線を働きかけようと思っております。先ほど高校生のことを申し上げましたけれども、高校生の修学旅行というのは高校あれは2年で行くんですか。もう
主に2年で修学旅行に行きますが、なんとなく学年全員で行くというイメージがございますが、まあ、海外旅行の場合には各クラスごとであってもいいと、学年全員としていたしますと100名を超す場合が大半ですので、まあ、そうしますと、チャーター便を用意しなくてはなりません。そうしたことをしなくて済むように、クラスですと40人前後ということになりますから、どの飛行機にも乗れます。特に近辺のアジア、中んずく時差がなく親日的で文化度も高く、また外国であると、しかも便数が多いということであれば、台湾などがその第一候補になるというふうに考えているところであります。以上で発表項目を終わります。知事ありがとうございました。はい、まず今回の発表項目につきまして、ご質問等ございましたらお願いしたいんですが。はい、はい、静岡第一政府の鈴木です。今の、高校生あるいは高齢者の方にもパスポート取得をという話なんですが、高校生の修学旅行の部分で今現在、海外に修学旅行に行かれている高校、あるいは、その割合と、もしお分かりになりましたら教えていただければと思います。それで少ないということしか分かっておりません。で、松田さんの方から。そうですか。それでは逆にですね、川勝知事がおっしゃいました、その全ての、高校がですね、その海外の経験をするというのは大体どの、年度といいますか、どのあたりをめどにお考えでいらっしゃいますか。そうですね、やはり校長先生のまた学校のご方針にもよると存じますけれども、またすでに、来年度の修学旅行などはもう決まっているところもあると存じます。ですからまずこういう方針をしっかりと立ち上げまして、松田課長を中心に年度内にこの3月までにですね、こういう方針を明確に全ての高校にお伝え願うということになります。でまずはパスポートを全員が取得するということが最初です。これによって海外経験ができるということで心の持ち方が全く変わってくるというふうに思います。できればそれを生かすということで家族旅行やあるいは、いろいろな形での旅行があるかと存じますけれども、それとは別に全ての高校生が18歳になるまでにですね、一度は海外を見たことがあるということが大事だと思っています。ちなみにですね、それと関連しますけれども、例えば今最も搭乗率の高いのは台湾便ですけれども、35市町の組長さんで海外に行かれたのはまた一桁ですね。ですから各組長先生がですね、率先して、できれば例えば伊豆あたりですと小さな島々が多いので、ご一緒に行かれることを通して一体感を務めていただくと、いうこともございますが、そうしたことがそれぞれの島々に立地している、高校に対しましても啓蒙的な役割を果たすであろうというふうに思いますね。で観光のことをどの島々も重要視されておりますの でそういう国際感覚は自ら実践して、海外に行くようにしていただきたいと、いうように全方位的に、国際感覚を身につける、そういう元年にしたいと、思っております。朝日新聞の黒田です。今のに関連してるんですけども、その県の立場としては、今お願い、市町に対してお願い申し上げるとおっしゃったと思うんですけども、それ以外にも県の方で、高校生が修学旅行行くとなるとお金がかかると思うんですが、補助の面であるとかそういった面も考えているんですか。そうですね、青少年たちに、必要な国際感覚を身につけるために県の方としてできるということであれば、要請があればそれに応じたいというふうに思っています。しかし、例えばこちらから沖縄に行く修学旅行と、よく最近は教育旅行というわけですが、あるいは北海道に行くのと、台湾に行くとであまり変わりませんね。ですから、
行き先を、初めから決めた上でですね、積み立てていただいて、国際感覚を県全体で身につけるというその方針をまずは若い人から若い人には旅をさせるということで、であまりこう100人200人で行くと、もしものこともございますので、私はクラス単位でいいと。ですからこれまでの海外旅行についてはいわゆる団体旅行であることは変わりませんけども、先生方が管理しやすいように、盗撮が取れやすいように、また航空便について無理がないようにするにはクラスごとというような新しい、この教育旅行の形態も考えにしなきゃいけないということですね。ですから今回はこういう方針を立てたと。で、お金の面、それからまたやり方、国、等々ですね、それから今まで、修学旅行をなさっておられるところ、海外に修学旅行をなさっている、学校があります。そうした経験を広く共有していくというふうなことも含めて、第一目標は全ての高校生がオリンピックの年までにはですね、全ての高校生が海外を経験するようなそういう教育体制になっているということを目指すということです。他にございますでしょうか。私の方から一点、ラグビーのこのワールドカップにつきましてですが、これ県内に招聘されるとなると、経済の波及効果などもかなり期待はされると思うんですが、いま一度その狙いを教えていただければと思うんですが。もちろん経済的な波及効果も、小さくないと思ってますけれども、やはり大きなことはこういう世界レベルの、大会を本県でやるということ自体にあります。でそれは前のワールドカップの時もそうですけれども、やはりトップクラスのアスリート、サッカー選手が日本に来たということは今でも語り草に、失礼しました、静岡県で、合宿をされたと、またそれに本当に接したということが語り草になって、おります。ラグビーもですね、今回ちょっとヤマハ発動機今5位ですか、だとすると残れるか残れないか、微妙なところでありますけれども、しかし、過去3年の間で確実にレベルを上げてきています。でそうした中で、ニュージーランドだ、あるいはウェールズだ、オーストラリアだと、こうした世界最高最強のですね選手が目の前でプレーをするということを、県民の特に若い青年たちが見るということの効果、これが大きいというふうに思っています。わかりました、ありがとうございます。それでは幹事社質問につきまして、3点、お願いいたします。1点目はリニアの JR のリニア中央新幹線の建設計画につきましてです。大井川の流量が減少するということに対して流域の首長が先日県と静岡市に要望書を提出されております。また本日静岡市の有識者が意見をまとめ田辺市長に答申をされております。さらに今月21日には初めて県の公聴会も控えておりますが、この JR のリニア環境への影響、またエコパークへの懸念などの声もありますけれども、知事のご所見をお聞かせいただければと思います。2点目は冷凍食品から農薬が検出された問題で、県内でも体調不良を訴えるケースが相次いでおります。これに関しても、知事のご所見と、食の安全に対するお考えをお聞かせいただければと存じます。3点目は、県教育委員会、事務局の組織改編につきましてです。文部科学省から派遣される予定の職員は課長あるいは教育長の登用を含めて考えると先日1月最初の記者会見でおっしゃっておられましたが、そこで改めてご質問させていただきます。課長人事はどうお考え、教育長人事はどうお考えか、2つ分けてお聞かせいただければと思います。
また阿部教育長の任期は2016年3月までですが、慣例に従えば今年3月までと一部報道されていることに対して知事のご所見をお聞かせいただければと思います。以上3点でございます。はい、ありがとうございました。まず、第一の、リニア中央新幹線に伴う大井川河川、流量の減少に関わる、ことでございますけれども、毎秒2トン減少するという記載が JR 東海から提出された準備書の中にあります。これは膨大な流量だということです。しかもその影響について JR 東海の方は、静岡市に対してだけ考えていたということであります。まあ、しかしこれは明らかに勉強不足で JR 東海側のですね、まあ、この度、7市6町2町でしたか、7市2町、分かってます、7市2町ですよ。7市2町、例えば今回着サバが世界農業者になりましたけれども、それ全て入ってますね。掛川、菊川、島田、牧之原、プラス、焼津、それから御前崎、それから藤枝と、そして吉田町、川根本町と、まあ、いうことで、もうそれぞれが大井川の水によって生活をされ、また産業を農業をされているということなわけです。まあ、ですからこれらの方々への影響というのは当然 JR 東海としてはお考えになるべきであるということでございまして、私どもとしましてはこの7市2町からの要求は最もであるというふうに考えておりますし、この点について JR 東海のお考えをきっちりと考え直さなきゃいかんというようには思っております。で、一方、公聴会は県民の皆様方から生のご意見を聞く貴重な機会となると期待をしておりますが、さらにですね、今月22日までに静岡田辺市長さんからご意見が提出されますので、これらのご意見を勘案して本県の独自の環境影響評価審査会というものの答申も踏まえまして、大井川の流量減少の問題も含め JR 東海に対し環境保全の見地から準備書に対する意見を述べるつもりでございます。なお流量減少につきまして JR 東海が示されたのはモデル式に基づく計算結果で不確実性が高いという認識を持っています。また工事着工後の流量の観察や必要な措置について、JR 東海との継続した情報交換とかさらに見守りが必要になろうという考えを持っているところでございます。流量の減少がエコパークへの影響に、影響を及ぼすであろうということもございますので、まあ、この点については、まずはこの7市2町というものの要望について、最優先をして、意見を取りまとめるという、そういう算段でございます。2つ目の冷凍食品から農薬が検出されたということですが、これ誠に深刻な問題だというふうに受け止めております。マルハニチロの子会社アクリフーズさん、群馬工場ですね、ここを所管されている群馬県と群馬県の警察が混入の原因の調査を、されておりますが、まあ、製造上内で意図的に混入された疑いがあるということでございます。もしそうだとすれば、これは会社の、人事管理と、いうことについて、もう一度見直していただく必要があるということでございますね。で、我々はこの、食品の偽装とか、あるいはこういう毒物の混入というのは、中国製餃子問題で大変に深刻に受け止めた経験がございます。まあ、こうしたことを踏まえまして、静岡県といたしましては、この生産から流通商品に至るまで、この食品の安全については徹底するという姿勢で臨んでまいろうという、ことでございます。
で今は関係部局が連携をしまして安全確保に取り組むということを申し合わせております。これを形にするために今動いているということであります。3つ目の教育委員会事務局の組織改編についてでありますが、そのうちの一つ、課長職についてですけれども、まあ、課長職現在は9、これを10人に増やすという今案が出ておりますけれども、課長職はすべからく、現在校長経験者が占められているポストにつきましてはガラガラポンをいたしまして、それ以外の行政教育行政のプロにしていただこうという考えでおります。しかしこれは原則でございまして、人がいない場合にはそうできない場合があるかもしれません。で教育庁に関しましては、まあ、任期はもう2年ございますけれども、もともと途中で、教育庁に就任されたという経緯がございますね。で教育庁の人事が常にこう真ん中で、辞任されて新しい人が選ばれるという形に、なっているのはご承知の通りです。まあ、そうしたことがおそらく影響して任期途中で、辞任されて新しい人が選ばれるということになってまいりました。しかしこの教育庁人事に関してましては、教育委員会が教育委員の中から選ぶということになっておりますので、まあ、この原則は尊重しなくちゃならぬというふうに思っています。現在の教育庁に関しましては議会におきまして3日日の西野カナさんがお亡くなりになった不幸な出来事がございます。でこの結果につきまして、警察の方からしかるべき、判断が下された時において、当時の教育委員長から教育長が責任を取るというふうに言われていますので、まあ、そうしたことが判断の一つになるかなと思っています。まあ、さらに言えば不祥事も多いし、成績も小学校6年生の国語 A の成績が最下位であったといったようなことなどがありまして、まあ、なかなかにこのまま続けていくということが困難ではないかと思います。ありがとうございました。今の質問に関しまして、ごめんなさい、今の知事のご意見に関しまして質問何かございますでしょうか。いいよ、黒田さん、いますか。朝日新聞の黒田です。3番目の教育委員会事務局のお話なんですけれども、先ほど校長経験者の課長ポスト、まあ、先ほど教育行政のプロに変えるのが原則だという話だったんですが、まあ、できない場合もあるとおっしゃったんですが、まあ、来年度の人事としてその、まあ、変えない場合も考えられるっていうことですかね。今何しろ文部科学省の山中伸一事務次官に直接この件は申し入れてあるわけです。まあ、ですから、おそらく朗報が返ってくるかと思いますけれども、それを踏まえまして、我々はまあ教育行政のプロを要請していかなくちゃなりません。でいきなり全員が教育行政のプロになれるわけじゃありませんので、ただ先生は学校の現場が仕事場であるということなので、現場にお戻りいただくというのは原則です。で、まあ、最初1年間ぐらいはつまずくかもしれませんけれども、ともかく、その管理職につきまして文部科学省に習いまして、学長の経験者が文部科学省の課長をやってるわけじゃありませんので、まあ、ですからこれは年が若くても大学の学長に対してあれだこうだという力を持っているのが文部科学行政マンです。ですからそうした人間を我々の方は作り上げねばならないということで、これは残念ながら国を追いかけるという形になりますね。先生方は生徒さんがいて先生です。そういう本来の
先生の姿に戻っていただくということの原則は変えません。では6人、まあ、課長級のその校長経験者については、まあ、学校に戻ってもらうというのが原則だという。6人のみならず272人いらっしゃいますので、まあ、ですから、いろいろと抵抗を今されておりますけれども、そもそも一番の原則は子どもたちの学力を上げる、子どもたちの能力を伸ばすということのプロフェッショナルが、プロフェッショナルの能力を発揮するのは決して、それから離れている場所ではなくて、まさに生徒さんと密着している場所であると、だからそこにお戻りいただくということでですね、最初は80人とおっしゃってましたが、今3桁になって100人ですが、それでも3分の1強でしかありません。270人、2人全員が戻るという、大々的なメスを入れるという、そのつもりでまずはトップからということで、課長をされて管理職をされて現場に戻れないような人は現場のことについて行政をする、のはそもそもおかしいとすら思ってます。常に現場に戻れる力を持っていてこそ先生でなくちゃならないということで、模範事業でも見せていただきたいと、まあ、特に教育長などは二十数年間お戻りになってないそうでありますが、ぜひそういう姿を見せていただいて、教育の確かな学力をつけるというふうにおっしゃってますが、その模範事業は秋田に見に行くのではなくて、自らがそういういい模範事業ができるための研究をこれまで何十年にわたってアスナロ等々でなさってこられたわけです。その力を自らの現場で見せていただくというそういう大転換をこの年からやっていきたい、来年度からやっていきたいということですね。他にございますでしょうか。それではこの質問以外の質問ございましたらよろしくお願いします。中川さん、テレビ局の中川です。今までのお話ちょっと関連するのかもしれませんけれども、県内の中学校で臨時講師が免許外の教科について、指導をしていたというのが6つの中学校で明らかになりました。これについての知事のご所感と、まあ、これ校長たちの話を聞くと、その人が足りないからやむを得ない、法律違反と知りながらやむを得ないとやったというような声もあるようなんですけれども、これについて今後どういうふうに対応されるのかということも併せてお願いします。こうした、まあ、不祥事ではありませんけども、前もって明確に足りないと、したがってこうするとどうしたらいいかということで納得づくめでするのならば、まだしも後から指摘されて分かったということで言い訳をされるというのは、教師として恥ずかしい、校長として誠に反省されるべきことだと思っています。まあ、ですから、先生が足りないということであれば、まあ、それは教育委員会の所轄ですから、教育委員会は何されたんですかということになりますね。ですから今全体として先生が足りないという声が上がってきております。中学3年生まで1人35人学級以下と、35人以下学級を、全国に先駆けて静岡県は確立したわけです。でしかし一方で、そのことが職員室に残られている余裕の先生が亡くなったということでございますので、で、まあ、しかしじゃあそういう方がいらっしゃらないかというと、少なくとも高校レベルでは270名以上いらっしゃるわけですから、まあ、その方たちがそこに座ってられるだけでもいいと思っているわけですね。でそしてまして、高校ですから中学のその専門の科目、英語にしろ数学にしろですね、そうしたことについては中学の授業を十分にできるだけの能力をお持ちであるわけですから、今後そうしたことがないように、環境を整えていくというのが今の姿勢です。平尾さん、
すみません、ちょっと別件ですみません。ミラノ万博なんですが、まあ、県の方が参加される意思を示したということなんですが、まあ、きっかけとですね、どういった効果を狙っていらっしゃるか、改めて教えてください。このミラノ万博ですが、まあ、実は、まあ、5年に1回開かれるのが万博ですけれども、まあ、前回は上海で開かれたと。で、上海の万博の時に、静岡県も、なんていうんですか、立派なブースではなくて、まあ、立派な建物を、使ってやってたわけですね。その館長先生が、館長さんが、秋岡英子さんでございました。で、そうしたことから、このミラノ万博についての日本の政府の方針を決めるのに、秋岡リーディングアドバイザーが加わってたということも分かりまして、で、そしてまた今回ミラノ万博については食品関係を中心に、できることが分かりました。というのはテーマが地球に食を、生命にエネルギーをということなわけです。ですから食にまつわる産業の伝統、創造性、革新性を紹介するという、まあ、これまでにない万博なんですね。で、そうした中で、昨年和食が世界無形文化遺産になりました。で、そしてその和食の命とも言うべき旬の食材が静岡県は日本一だということでございまして、静岡のお茶も含めてですね、例えばそうですね、お茶というのはチャッパーお芋まで、まあ、お土産にも出たりしたわけですけど、水が違うので味が違ってきますね。で、入れ方もなかなか難しいということがあって、本来おいしくいただけるとお茶が外国ではまずいというふうに言われることもあります。そうしたことから、例えば商品名でいうとマーサっていうんですか、1本2万円という、初めからワインボトルに入っているようなお茶がございますでしょう。まあ、こうしたものは VIP ルームに置くとかですね、いうようなことも今提案されてるんですけども、そうしたブランドもの、静岡県のブランドものをアピールするまたとない、チャンスだということで、このミラノ万博、地球に食を、食は富士の国からと、和食の、花を差し上げる、一番いいところをですね、僕はクリームっていうそうですけど、一番いいの、それ一番いいところをですね、静岡県がご提供申し上げることができると、まあ、いうことで、もともとリーディングアドバイザーのお一人、秋岡さんが上海万博の、ご経験を踏まえて、静岡県のために、いろいろと仕事していただいているので、まあ、今回は絶好のチャンスとして、やっていこうと、まあ、いうことでございます。で、ちなみに日本館の概要というのはハーモニアスダイバーシティと、共存する多様性というふうに日本語で訳されてますけれども、これをテーマに日本食、日本食文化に詰め込まれた多様な技や知恵等について紹介するということになっておりまして、現在農林水産省、経産省が中心となってJETRO、すなわち日本貿易振興機構を事務局として出展について検討が進められているところです。で、日本館は2階建て構造で、1階が展示ゾーン、2階はレストラン、それからイベント広場で構成されて、1階の展示が食に関する地球規模のさまざまな課題について芸術性の高い展示とエンターテインメントあふれる演出で展開するということになっているわけでございます。で、ちなみにその2階が日本食を紹介するフードコートや本格的な日本食レストランが設けられて、フードコートに隣接するイベント広場で、静岡県を含む、都道府県などの参加による食に関するイベントの実施をするということになっているということでございます。時事通信の山越と申します。本日一部報道でですね、県が全県内の全35市町に対して幹部職員の人材を派遣するという報道がありました。そちらについて知事の方から改めて狙いですとか、あと具体的なスケジュール感などが決まっておりましたら、お教えいただければと思います。重要な質問いただきましてありがとうございました。まあ、今県内には、まあ、例えば政令指定都市ですと浜松市に副市長が行っています。
あるいは普通の市町ですと、例えば藤枝市には副市長さんが行っています。でこの浜松市あるいは藤枝市と県との関係をご覧くださいませ。極めていい関係ですね。で一方、政令市でも、そういう関係のない政令市もございますし、でそうでない市町もございます。あ、政令市は2つしかないから、もう明瞭ですが、まあ、なかなかにこう意思疎通がうまくいかないと。あるいはあの市長さんと私との関係が極めて良好でも、それが事務レベル実施レベルに降りていかないという、まあ、本当にあの、その靴の上から足の裏をかくようなですね、そういうあの、感が強かったんですけれども、まあ、そうしたことはその県民市民の方々にとって良くないということがあります。あるいはあの沼津の公開につきましても、大変あの問題になりましたけれども、市がそのピアに入ってこらなかったということがありましたでしょ。もう仮にその市、あの市の中に県の職員の例えば副市長さんなり、幹部が入っていればですね、まあ、こんなことはありなかったと思います。で、あのそうしたことから私はあの、静岡県は県外以上におきまして日本で1位です。過去9年間ぐらいいろいろな権限を各市町に移譲いたしまして、基礎自治体の実力を上げるようにしているわけですけれども、ただ人を押し付けることができませんね。ですからこの要請があった場合には、常に最高 の, あの人間を、お送り申し上げるということは言い続けてきました。でそうした中で、まあ、相性もございます。ですからなるべくですね、あの身近に組長先生の身近に置いていただいて、相性が良ければそれにふさわしいポジションを提供していただくというようにすれば、あの、まあ、現在うまくいっているところがそうでありますように、県と市町との関係が極めて良くなるということでございまして、昨年の後半くらいから、機会のあることに組長先生の集まりのところで、これを私が申し上げてきたということでございます。それが、まあ、今回、記事になったということで、できる限りこの4月からの人事でですね、市町の方で、それを生かしていただければと思います。まあ、よくあの国交省を含めた国からの役人さんが部長なり、その副市長なり副町長さんなりに来ていると、国とのパイプが太くなるというふうに誤解している向きがありますね。国といっても窓業族のような人が来てもですね、何の役にも立ちません。まあ、ですからあのピンキリですから、それだったらあの本当に必要とされる人材をあのもう何て言いますか、この人くださいというくらい、もう固有名してあげられるくらいのところで持っていく必要があるし、あるいはもうトップにですね、あのお願いに行くと。でそしてそこで十分に話し合った上で、人を派遣していただくと。もう国交省ならあるいは何とか省なら誰でもいいというふうなことがまあまあ見られましたので、まあ、こうしたことはもうやめてくださいとまではっきり申し上げております。で、それよりもむしろ、県との関係が重要であるというふうにお考えになっているのであれば、そしてほとんどの、まあ、ほぼ全てのですね、あの組長先生はそう考えていらっしゃるんですよ。ならばそれを方針にしていただきたいということで、今お調べになるとお分かりだと思いますけども、いくつぐらいでしたかね。5つの、市においてですね、理事級の方、まあ、要するに副市長とかですね、副市長が4人ですね。で理事がお一人ですね。5人ですか。あ、なるほど。藤枝まで、浜松、焼津、裾野、伊豆、藤枝、ここに副市長が入ってますね。藤枝にはさらに3人も入ってます。企画財政、あ、部長さんですね。まあ、そういうふうに全部で合計9つですね、まあ、入ってるわけですね。ですからまあ6分の1強ですけれども、いやいや、まあ、4分の1強かですありますけれども、4分の3近くがですね、意思疎通が悪いわけです。
特にそれが際立っているところもありますので、そのことを憂えています。特にそういうところは国からの役人さんをもらってきてかき回されているという面も目立つというふうに思っています。唐沢さん。中日新聞の唐沢です。今の質問に関連して特に一つとおっしゃったところとですね、それ実際どういうトラブルというか問題が生じているかというのを教えていただけますでしょうか。それを調べられるのは唐沢さんの仕事だと思います。静岡市ですか。まあ、例えばですね、まあ入ってないところは相当きついですよ。もう事の軽重を問わず、やはり仕事をするのは人なので、やはりその人をどう手当てするかというのは極めて重要で、アノニマスに、匿名で部局だから取ってくるっていうんじゃなくて、我々はここにいますのでね、名前と顔が一致する仕事ぶりも分かっているという方から選ぶという、そういう姿勢を三次五の島町は持っていただきたいと。私はモデルになるのは藤枝と、あれ裾野もそうでしたね。それから何といっても浜松だと思います。浜松において300億円の寄付金が今順調に、回っておりますけれども、まあ、これは市と県との協力関係が、副市長が何しろ県の職員でしたから、今も県の職員です。このことがないとですね、とても仕事ができたと思いません。対局にあるのはもう一つでしょう。わかりました。すみません、前提としてこれもコンセンサスが取れたという話、当該自治体と取れたということではない、まだ調整をしているという。それは市長さん首長さんの実力によりますね。どれだけ自ら人事権を発動するだけの実力を持っていらっしゃるか見ものだと思っています。知事からはボールは投げたと、あとはどういうことをしてくるのかでをよく見ていきたいと、そういうことでよろしいですか。そうですね。そうすると、顔色を伺いながら仕事をされているのか、リーダーシップを取ってなさっておられるのかということも分かるんじゃないでしょうか。分かりました。すみません、都知事選の関係なんですけれども、今日は須賀さんがですね、小泉元首相の協力を得て出馬することを表明されましたけれども、それをどう捉えられるかという点と、あとその脱原発が須賀さんは政策の柱に掲げているんですが、その是非についてもどう捉えていらっしゃるか教えてください。表明されましたか。はい、それは誠に敬意、すべきことだと思います。まともに明確な国家ビジョンをお持ちで、かつ、かつて国を率いられた細川さんが出馬表明をされたということを、歓迎したいというふうに存じます。相手は覚えていらっしゃらないかもしれませんが、細川さんが首相を辞められた後インタビューを受けたこともございまして、その人柄は直に知っておりますし、またこの間確か胸中山水とかという本だったと思いますけど送っていただいたりして、誠に、このあれはいつですか、もう20年近く前ですか、お辞めになった後ですね、素晴らしい書が、あるいは陶器ですね、こうしたものを作られて、日本の文化の精髄をずっと極めようとされてこられました。でそうした方ですので、まあ、76という年齢からも、ここはですねよほどのご覚悟があって表明をされたんだと、思います。でそして、細川さんは今湯河原で、確かあそこは近衛家のお屋敷じゃないでしょうかね。その話も聞いたことがありましたけど、なんか素晴らしいシダリア桜があるらしいですよ。その話も聞いたことがあったんですが、東京電力の管轄ないでしょう、あそこですから。
東京電力が福島第一原発を起こしました。その後始末も実に見苦しいということがございます。責任の所在はどうなっているのかということもございます。そうした中で、東京という最も多大な電力を東京電力に仰いでいるところにおきまして、危険なことは東京電力管内では、させないということで脱原発をと、言われるのは最もなことで、当然これは争点になってしかるべきものであるというふうに思います。でそのことが直ちに中部電力についてそのまま当てはまるとか、関電、四国電力、九州電力等々に当てはまるとは思っていません。私どもはこの中部電力につきましては、原子力に関わる日本最先端の安全技術安全文化のメッカになるということが望ましいと、いずれ全て廃炉になります。その廃炉技術の今最先端を持っているのがイギリスではないかと思いますが、イギリスでもセラフィードと言いましたか、いくつかのところで廃炉が今進んでおりますけれども、最低100年ぐらいかかるというふうに、担当者が言っています。イギリスのそうした技術を私どもは学ぶ必要があると思いますね。そして、建設技術だけでなくて廃炉技術につきましても、これは必ず日本のみならず世界中の役に立つ技術になるはずですので、中部電力については1号機2号機例えば圧力容器なり格納容器なりあるいは燃料プールなり、そうしたところは放射性に物質に汚染されているわけです。これをどのように処分されるのかということについて聞いたことがありません。ましてや使用済み核燃料という大きな問題がございます。そうした大きなものから小さなものまでですね、廃炉にするについてはまたまた技術革新が必要であるということで、そうしたものを最も安全なところで、研究所も立ち上げ、研究内容も応募されて1億円に、達する研究費を出して浜岡原子力発電所でやっていくということですから、これはそれとして中電力の主体的な取り組みだと思ってます。これは東京電力の事情とは全く違うと思うんですね。東京電力は責任を取るならば入るしかないというふうに出てくるのは当然だと、思っておりまして、細川さんもそれからまたそれに対して、また違う観点からでしょうけれども、小泉元首相が参与を示されているということでですね、これは大きな運動になっていくのではないかと思います。で私ども中部電力と、一体的に進めております原発に関わる安全技術の最先端を行くという取り組みとは矛盾するものではないというふうに思っています。ありがとうございました。すいません、読売新聞の小倉子です。リニアに関しましてですね、1点ご質問させていただきたいんですが、先ほどモデル式などをこう当てはめた形でのその流量の減少という、計算の弾き出しているというご指摘されました。で前回知事意見を提出された平成27年の時ですね、流量が減少しないように気をつけなさいということを、知事意見としてご指摘されていらっしゃる。でそういった中で、こうした、流量が確実されるようなですね、表現をされていらっしゃる。これ県としてですね、県が主体的にその何かこう調査っていうのをされるお考えというのは何かございますでしょうか。またそういうことがすべきだとお考えでしょうか。そうですね、これは我々の生活に直接関わる問題ですので、ですから、今回、環境評価審査会、ここは専門家を、用意しております。今回市に出された委員会の中には非専門家も入ってますでしょう。そういういい加減なことはしていません。ですから、ここでしっかりと意見を聞くということが大切ですが、毎秒に、2トンですかの流量が減るっていうのはこれは大変な数字です。ですから、静岡市を含め7市2町、要するにこの、中部地域全域に白灰原地域に全体に関わるということでですね、これについては JR 東海さんの言われることを鵜呑みにするというわけにはいかないということであります。ですからもちろんエコパークのことも
大切ではありますけれども、流量がこれだけ減るということになりますと、これは極めて深刻であると。独自調査をまだ立ち上げる委員会すらですね、事務局の方からは上がってきておりませんが、22日に意見をいただき、でそして、公共からの意見も賜り、さらに、この審査委員会、審査会のご報告もいただいた上でですね、私が答申するときにはそれなりの方針を出したいと思います。以上をもちまして会見の終わりです。ありがとうございました。